大人の妻一頭が入り込んでいます。付近の住民の皆さんは必要以外の外出はなるべく控えてください。見附市などによりますと、今朝7時半ごろ、今町2丁目の県営住宅の住民から熊がいると警察に通報がありました。体長は1メートルほどで、5階の階段の踊り場にうずくまっていた熊、威嚇するような姿も見せたといいます。午前10時です、熊を捕獲するための檻が現場に到着しました。厳重な警備体制が敷かれ、およそ5時間半後、消防のはしご車に乗った専門家が麻酔銃を撃ちました。2発命中してなおも動いたことから3発目を発射。動きが止まり確認したところ、すでに熊は死んでいました。麻酔が致死量に達したと見られています。今まで本当人事っていうか他人事で思ってたし、まさかこういう集合住宅のところで登ってくるっていうのが恐怖というよりも、でもさすがに突入する時のガラス割ったりとか麻酔銃打ったりする時にはちょっとドキドキしましたね。熊の死骸は市が山に埋めたということです。